写真拡大。広島一のご阪神、9日、マツダスタジアム。阪神が広島に快勝。連敗を2で止めた。阪神は2回、無視満塁から梅野の夕ごろ間に1点を先制すると、1対1の3回には大山の敵中盤にも追加点を奪って勝負を決めた。広島は3発3安打で1点止まりだった。広島先発の遠藤は5回3安打2失点ながら、序盤から重苦しい投球が続いていた。その要因として元阪神、広島コーチでデイリースポーツ評論家の岡義郎氏は、変化球を多投しすぎたからではないかと指摘する。遠藤は本来まっすぐのキレで勝負できる投手。しかしこの試合では捕手の坂倉が変化球主体のリードをした。その結果カウントを悪くし、たまに投げるまっすぐにも力みが出てしまった。阪神打線は速球派投手に対して決して強いとは言えない。広島側にもそういうデータは入っているはず。それでもまっすぐ勝負ではなく変化球に頼ろうとした。バッテリーの若さが出たように見えたね。変化球主体の投球は直球主体に比べ配球が読みやすいという。キレのあるまっすぐは分かっていても打ち損じることが多い。変化球主体であればまっすぐ主体よりも配球パターンが読みやすく、変化球に絞ってまっすぐをカットすることもできる。変化球を多投すれば打者有利になりやすいと言える。遠藤は決して調子が悪かったわけではないという。だからこそ7三振を奪った。まっすぐ主体の配球で勝負していれば序盤の重苦しさはなかったのではないだろうかと振り返った。